不眠症の治療って要するにこのシーソーを向かって左側に傾けるっていうことができれば、それは不眠症を治療して人間を眠らせるシステムなんだというふうに考えていただけると、それ実は不眠症の治療って基本的な考え方はできるようになります。で、二つ目がですね、シーソーというお話です。これ何かというと、実際に先生方が不眠症を治していく手順とか、不眠症を治療していくときにこんな風に整理して考えたらいいんじゃないかというお話です。で、今のお話というのは実は不眠症ってこんな風に習慣が変わって苦痛がなくなってその後眠れるようになるんですよってお話をしたわけですけれども、実を言うともっと単純化することができます。人間という風なものを眠らせるにはどうしたらええんかっていうことって実は本当は簡単です。で、人間を眠らせるためにはどうしたらいいかということを考えるためには、人間が眠るっていうもののシステムについて少しだけ深掘りして知ってくださってると、随分その理解が深くなります。で、まあ、ひょっとしたら不眠症の睡眠薬の治療、講演なんかを聞かれた先生方、このグラフというか、この図をご覧になったことはあるかもしれませんけれども、ちょっと実は今回違う切り口でお話をするので、ぜひこれも見ていただければと思うんですが、人間ってそもそもどんな風に寝たり起きてるかにするのかっていうふうなものは、実は簡単に理解することができるんですよね。で、人間が眠る、あるいは起きるシステムというふうなものは、実は3つのシステムの相互関係によって成り立つっていう考え方があります。で、どういう相互関係によって成り立っているかというと、向かって左側の甲状腺調節系、それと向かって右側の覚醒時系、そして真ん中にある、まあ、シーソーの支点みたいになっている外実調節系っていうふうなものが3つバランスをとっていると人間は寝たり起きたりするんだっていう考え方があります。ちょっとわかりにくいですよね。こう考えていただけるといいと思います。甲状腺調節系というのは何かというと、要するに人間は起きていると睡眠物質が脳に溜まっていってだんだん眠くなるよというシステムのことです。朝起きてから時間が経過をすると、時間の経過だけで我々の脳の中には睡眠物質が蓄積されていって、で、その結果として眠くなりますよと。で、睡眠物質が一定量以上になると寝てしまいます。で、そのシステムが一つ我々を眠らせるシステムです。もう一つあって、それと拮抗するような覚醒を維持するシステムというのがあって、これ、要するに刺激があると僕たちは目が覚めるという、そういうシステムのことです。刺激というのは外的な刺激と内部の刺激があります。外的な刺激は音とか光とか、まあそういったものですよね。刺激物なんか、コーヒーとかもそうかもしれません。で、内的な刺激というと、不安になったり、あるいは逆に楽しみでワクワクしたり、腹が立ったり、そういうものが内的な覚醒の刺激ですよね。この覚醒の刺激が大きくなると、我々目が覚めてしまいます。つまり、睡眠物質による眠気と覚醒の刺激による目覚めの方向というのがバランスをとっている。で、そのバランスがどっちかに傾くと眠くなったり、眠気が覚めたりするわけですよね。で、もう一つこの真ん中にあるのが外実調節系というシステムがあって、これ要するにですね、我々が夜になったら眠くなって、朝になったら眠気がなくなるというシステムです。体内時計でコントロールされているシステムですよね。夜の時間帯になると我々は時計のシステムによって眠くなりますし、朝になると時計のシステムによって目が覚めるわけですよね。この外実調節系の視点というのが右側に傾くと、結果としてこのバランスというのは左側の眠気をもたらす方に傾きますし、視点が右側に傾くと外実調節、覚醒時系っていう我々の目を覚まさせるシーソーというのは右側に傾きますよね。これ難しい言葉で言うと、フリップフロップモデルというふうに言いますけれども、まあこんな言い方してもややこしいんで、まあシーソーだと思っていただければいいと思います。つまり、我々は単純に言うと、このシーソーに乗っかっている3つのシステムがバランスをとっていることによって眠ったり起きたりしているので、不眠症の治療って、要するにこのシーソーを向かって左側に傾けるっていうことができれば、それは不眠症を治療して人間を眠らせるシステムなんだというふうに考えていただけると、それ実は不眠症の治療って基本的な考え方はできるようになります。まあ、うまいこと言ってるとこういう感じですよね。我々が起きたい朝とか昼の時間帯には覚醒時系が大きくなって起きている。我々が眠りたい夜の時間帯には甲状腺調節系側に傾いて眠気がやってくる。で、これができてれば我々というのはうまく夜になると眠れて朝になったら起きれてるっていう状態になって、不眠症の患者さんで起こってるのは早い話がこういうことですよね。夜になって眠りたいと思ってるのに、全体としてシーソーが右側に傾いて覚醒時系が優位に立ってる状態。こいつを、この状態ですね、シーソーが左に向かって傾けることができれば、不眠症が治ったという状態になるわけです。これを維持できればね。
不眠症の治療っていうのは早い話このシーソーを左に傾けることなんだというふうに理解していただけると良いのではないかというふうに思います。で、ここで次のポイントがございます。このシーソーを左に傾けるというふうなことになると、打ち手は一つではないですよね。三つ少なくともあるはずなんですよ。甲状腺調節系に働きかけてもいいし、各政治系に、あるいは外実調節系に働いてもいいわけなんです。ただ、我々って実を言うとこのことを意識していないと、この図のままのような治療をしたくなります。つまり、不眠症の治療をしたいと思った時には、眠気を強くさせる、眠気をもたらす物質を脳の中で増やしてあげたいと思うようになります。つまり、眠気をもたらす薬を使って患者さんを眠らせたいな。それ以外の方法が意識しないと思いつかなくなってしまっているんですよね。先生方はこのシーソーを今ご覧になったので、それがいかに偏った治療法であるかということはこの瞬間にも直感的にご理解いただけたんじゃないかなと思います。他の打ち手が我々あるんですよね。持ってるんですよね。こんなやり方できるんですよ。別に甲状腺調節器を強めなくても、覚醒維持系で覚醒刺激を減らしてあげるっていう打ち手も我々は打てますよね。これもやっぱりシーソーを左に傾きます。それどころかこんな方向もできます。甲状腺調節系、眠気のもとも覚醒維持系、刺激も何もいじらなくても、外実調節系、体内時計に働きかけて、今患者さんが眠りたい時間が夜なんだっていう風に患者さんの体内時計に思わせてあげれば、患者さんって今眠りやすくなりますよね。体内時計にアプローチさせてシーソーを左に傾けることができれば、それも不眠症の治療になるわけですよ。我々は今まで不眠症の治療というと一本やりだったんですけど、治す方法には少なく分けても3つあるんだということを、このシーソーをイメージしていただくだけで改めて思い出すことができます。先生方はいろんな打ち手ができますよね。今もお話しました甲状腺調節を増やすという治療もダメではないです。でもそれ一本やりではなく、覚醒時計を小さくしたり、外実調節計を右にずらして今が夜だと患者さんの体内時計に教える治療法もできます。それぞれに例えば生活の指導、睡眠衛生指導をするんであれば、甲状腺調節系を強める治療ってどんなアドバイスができるでしょう。こんなアドバイスができるかもしれませんね。起きてるだけで睡眠物質が溜まっていくのは確かだけど、疲労物質がすなわち睡眠物質だということを考えると、ちょっと低活動で過ごすんじゃなくて、眠れなかった人ほど少し適当に昼間動いた方が、甲状腺調節系、眠りの元が溜まって眠りやすくなるかもしれないよってアドバイスができるかもしれませんよね。逆に患者さんがもしすごく早寝をしてるんだとしたら、まだ睡眠物質が溜まってない早い時間帯に寝てしまったら、まだ眠れないかもしれないし、昼寝とかしてしまったら睡眠物質で使い込んでしまって、なかなかその日眠りがやってこないっていうことがあるかもしれないから、早寝は昼寝は避けといた方がいいかもなっていうふうに患者さんにアドバイスすることができるかもしれませんよね。あるいは体内時計にアプローチしようと思うと、例えば朝日を浴びると体内時計に今が朝だという信号を朝一番に送ることができます。で、実はそこからメラトニンの夜のピークというのをこれから作ることができます。体内時計は初めて浴びた朝日を浴びた時間からだいたい17時間ぐらい経つと眠気がやってくるようにタイマーがリセットされるようにできているので、朝日をなるべく早い時間帯に浴びるとその日寝やすくなるよっていう風な体内時計にアプローチしたアドバイスをすることができたりしますよね。逆に夜にピカーって光を浴びたりとかすると、体内時計は夜と勘違いしてしまって、なかなかその日寝つけられないよっていうお話ができたりとか、あるいは休日になかなか普段の日にはあんまり寝られへんので、ちょっと休みの日にこれぞとばかりにすごい遅寝をして9時や10時まで寝れたりとかすると、その日初めて光を浴びるっていう時間がすごく遅くなって、光を浴びる時間が遅くなると眠気が来る時間も遅くなるので、週末の寝だめも遅起きっていうのもほどほどにしておいた方がいいかもなっていうアドバイスができたりします。これ二度寝も言えたりもしますよね。あるいは覚醒時系にアプローチしようとなると、基本的に覚醒時系って興奮してるっていう状態が良くないので、まあいろんなリラックス方法なんかを身につけるといいかもしれないよねっていうふうに患者さんにお話をしてあげたりとか、あるいは逆に刺激物、特に嗜好品ですよね。おタバコとか、あるいはコーヒー、カフェインとか、そういったものの付き合い方というのは少し考えてもらったりとか、患者さんってちょっとでも寝やすくなるようにと思っていろんなこう儀式をするわけですけど、実はね、結構
興奮したり緊張しながら、今日は眠れるかな、眠れるかなってソフトもセッティングしたりとかね、すごく過剰に変な運動をしてはったりですね、興奮状態を高めたりしてしまうような儀式をしてしまっていらっしゃる方もいらっしゃったりするんで、もしそういうね、逆効果の覚醒刺激を増やすような儀式をやっていらっしゃる方がおられたら、あ、それひょっとしたら気持ちはわかるけど逆効果かもしれないなっていうふうなアドバイスをすると、我々非常にたくさん患者さんに一言アドバイスをしてあげられるというチャンスを持てるわけですよ。で、こんな風にですね、患者さんにちょっとした一言というのを薬と一緒に投げかけることができると、ちょっとこれまでとは違ったような不眠症に対する治療ができますよね。さらに言うと、実は言うと薬に関しても、我々ってこの3つのシステムに実は違ったアプローチをできる方法っていうのを持っています。先生方もご承知の通り、よく使ってらっしゃるGABAですね、に作用するお薬というのは、まあ、言ってしまえばこの恒常性調節系を大きくさせて、我々をちょっと無理やり眠くさせるようなお薬だったわけですよ。で、これまで我々というのは、まあ、たくさん種類の睡眠薬を持っているように思ってたんですけど、まあ、10年ぐらい前まではほとんどこのGABAに作用するようなお薬しか持ってなかったので、薬という意味で言うと、ほぼこの恒常性調節系を大きくさせるっていう治療法しか持ってなかったんですよね。でも実は今は違いますよね。このシステムについて知ってると、他の打ち手が薬でもできることを我々は気づくことができます。外実調節系に作用するということは、メラトニンが夕方になったら増えてくるっていう風な状態を患者さんに作ってあげる治療をしてるっていうことです。つまり、メラトニンそのものであったり、これ、不祥因でもありそうですけど、あるいはメラトニンの真似をするようなお薬がありますよね。ラメルテオンなんかを使ってあげると、外実調節系で足りない時をずらしてるだけなので、即効性はないですけれども、じっくり腰を据えて患者さんに、今は夜なんだよっていう風に、このメラトニンに作用するお薬を使ってあげると、少しずつ患者さんは、夜になる時間が早くなってきて、寝たい時間に少しずつ眠りやすくなってくるっていうことを我々は作ってあげたりすることができます。で、さらに、もう一つ持ってるんですよね。今までは恒常性調節性と外実調節系だけのお薬だったのが、まあ、最近では我々はこの覚醒維持系に対して働きかける薬を持ってますよね。オレキシン系のお薬を持っています。実はいろんな打ち手を我々は持ってるんだということですよね。それは患者さんに対する睡眠衛生指導でも、この3つのシステムをどれに対してもアプローチできるし、お薬もどれに対してもアプローチできます。できれば、うまいことできる睡眠、不眠症の治療というのは、このどれか一つにアドバイスにせよ、薬にせよ、偏りすぎずに、バランスをとって、三つのシステムそれぞれに、ちょっとずつアプローチをするっていうふうな治療ができた方が、アンバランスな治療にならずに済むわけですよね。なので、このシステムについて押さえておいていただくことによって、今までは、どれか一つの、まあ、ほとんどの場合、恒常性調節系に対する薬だけだったですよね。それだけじゃなくて、アドバイスという面でも薬という面でも覚醒維持系を弱めるような治療ができたりとか、あるいは外実調節系をよりに向けてリセットしていくっていうふうな治療できたりとか、我々の治療行動のバリエーションを増やすことがこのシーソーというものを頭に思い浮かべていただければできやすくなるんじゃないかなというふうにも思います。バランスの良い一言睡眠衛生指導していただくということと、眠る薬に関しても3つのシステムに偏りなくやっていただく、配分していただくっていう工夫をしていただけると、ちょっと今までとは違ったようなアプローチができる可能性があります。二つ目がシーソーというバランスを取った睡眠薬治療、あるいは睡眠症治療のお話でした。